上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズの22回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？まあそうですよね、そろそろ負けるんじゃないかなんていうことを考えた。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますスワローズはご覧のような守備陣です。松永、打席に入ります。前回のゲームでは驚くような活躍を見せました。いやー、もう当たりに当たってましたよね。本人も何本打ったか分からなくなってたでしょうね。ええー、さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー1塁です。バッターは注目のルーキー真由美。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。タイガース同点のランナーが出ています。いきなり牽制セーフ。これが1球目。初球大きく外れています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ打った、レフトに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてスタンドには届きません。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスにはバース入ります。勝負強いバッターにいきなりチャンスで回ってきましたね。さあ逆転のチャンスを迎えています。こういった序盤からリードを奪い返すと勢いもつきますからね。なるほど、そうですよね。見送ってまずはストライクです。インコース高めの変化球、これは手が出ません。ここはあっという間に追い込んでいます。真ん中のボール打っていった、落ちた、ヒットになる、ホームに送球、サードランナーホームイン。タイガース追いつきました。1対1、なおも三塁一塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。この1回の裏、早くも流れを呼び戻したようです。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は5割8分となっています。初球打っていった、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになった、二塁へ送球する、サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース勝ち越しました。2対1になりました。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。いい形でチャンスが広がりましたね。勝ち越しはしましたが、まだまだ序盤分かりません。ここはどんどん攻めたいですね。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効な。打ちました、バックホームする、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、3対1、タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。初回から確実に攻めていきます。さあそして打席には新庄入っています。さあチャンスが続きます。改めてお聞きします、バッターの新庄、どういうバッターなんでしょうか。ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。そうですか。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、レフト深いところ破っていきました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。
レフトオーバーのタイムリーヒット。4対1タイガース、なおも三塁二塁のチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。いい形でチャンスが広がりましたね。初回から徐々にリードを広げています。さあ、そしてバッターボックスには木戸入ります。さあ、チャンスが続きます。まずはボールから入りました。打ちました、痛烈。このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか？打ちました、センターに大きな打球。センター下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対1になりました。タイガースリードを5点に広げています。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。8番バッター糸原。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ、序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。これが初球、抜けたような感じになりました。大きく外れます。ファウルになります。これはインコースいっぱいに決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように打ちました。これはどうか、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。鮮やかなタイムリーヒット。7対1タイガースリードを6点に広げています。さあ、バッターボックスには先発の土屋入ります。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。ちょっとすっぽ抜けた感じです。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。8対1タイガースリード。ここは当然という交代でしょうか。スワローズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の風張。さあ、マウンドを任されたのは風張。今シーズン30試合目の登板です。さあ、小宮山さん、ここで変えてきましたね。これ以上点をやれないということですよね。そうですね。さあ、ベンチの期待に応える投球を見せて、引っ張った、ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った、ホームラン、ツーランホームラン。これで9試合連続のホームラン。低めでしたが、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース10対1鮮やかなホームランを見せてくれました。2番バッター真由美。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。もうちょっと何か対応できたと思いますけどね。そうですよね。さあ、ピッチャー立て直していけるか。インサイド変化球決まっています。これが2球目。ランナースタート。あっと、デッドボールだ。当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。4番バッター八木。先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。いやー、対戦金のタイムリーでしたよね。見事でしたね。リードはしてますけど。打ちました。さあ、どうだ。雄平抑えてワンアウト。打順は5番オマリー。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。はい、打ちました。いい当たりだ。右中間に強い打球。ライトセンターバック、入りました。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。追加点が入りました。タイガース13対1。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打席には6番バッター新庄。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと打った。これもいったか。大きな打球になった。レフトそのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。カーブが抜けてしまいましたね。失投ですね。はい、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、スワローズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の梅野。さあ、マウンドに上がったのは梅野。今シーズン35試合目の登板です。ちょっとすっぽ抜けた感じです。落ちる球空振り。3球目は何で来るか。ファウルになります。これもファウル。引っ張った。ショートゴロです。西浦、これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番糸原。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかり。初球打ち、この当たりはどうか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁二塁。まずはストライク。さあ、2球目は何か。あっという間に2ストライクです。打ちました。これはどうだ。一気に右中間へ。ホームに送球する。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。15対1。タイガース、ちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って松永。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。2番バッター真由美、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあ、ここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。まあ、ここはバッター甘い球を狙ってますから、厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー一塁となりました。一塁牽制、一塁はセーフ。インサイド見送っています。次が2球目。低め、これは外れます。ボール先行です。これが3球目。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。まあ、得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。打ちました。痛烈な打球、右中間に大きな打球。ライトセンター見送った。ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。追加点が入りました。タイガース、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたいですよ。スワローズピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは市川。さあ、マウンドを任されたのは市川。今シーズン22試合目の登板です。初球打ち、切れていきます。ファウル。打ちました。取った。一塁送球、アウト。2アウト。バッターボックスには5番オマリー。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。
思い切りのいいスイングで放り込みましたよね、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。ツーアウトランナー打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ツーアウトランナー1塁。さあ初球は何か。痛烈、これはスタンドへ切りました。ファールボールです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。打ちました。いい打球だ。大きな打球になった。レフトバックするバック入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りましたタイガース。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でも良かったと思いますね。はい。打席には7番バッター木戸。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。タイガース逆転に成功しました。ゲームはこれから2回の裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックス糸原。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで2回の攻撃に入りました。打ちました。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。初球打ち、これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー2塁1塁。初球打ち、わずかに右に切りました。ファールボール。2球目は何で来るか。ここは見ます。バッターボックスの松永、今シーズンの得点圏打率は6割。インサイド落ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球。これで3連打ノーアウト満塁です。バッターボックスは2番真由美。今日はここまで猛打賞を記録しています。いやだって初球打ち、これはどうか。ヒットになった。サードランナーホームイン。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。3塁を送ります。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。タイガース、左中間へのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。バッターは3番バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい。ここは気持ち的に打ちました。これは大きい。伸びていく、右中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー2塁となりました。引っ張った、サード取った。1塁送球します。ツーアウトになりました。5番バッターオマリー。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。ちょっと今日はタイミング合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。タイガースこの回7人目のバッターになります。2球目打ちました。ライトセンター追いかける、ぐんぐん打球が伸びている。そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。高めに浮いたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース頼りになる男がやってくれました。打順は6番新庄。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みた。これはショート西浦抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース5点を追加しています。タイガースのリード広がっています。これから3回の裏タイガースの攻撃です。さあマウンドに上がったのはマクガフ。今シーズン60試合目の登板です。初球は何で来るか。初球打ち、取りました。ワンアウトです。
打席には8番バッター糸原。今日はここまで猛打賞を記録しています。いやちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトランナーありません。ツーアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の土屋バッターボックスです。いやさっきは打たれましたけど、そうそうピッチャーに打たれるわけにはいきませんよ。そうですね。危ない球です。打った山田掴んで3アウトチェンジ。この回タイガース3人で攻撃を終えています。タイガース4回裏の攻撃になります。松永バッターボックスに入ります。今日はここまでホームラン2本を含む4安打を記録しています。いや絶好調ですよね。まあここも気を緩めずいってほしいですよね。はい。さあここも打ってしまうんでしょうか。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。バッターボックス真由美、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい。打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。満々中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで5打席連続のヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。まずはボールから入りました。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割2分1厘となっています。外角低めのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。見逃しましたがストライク、三振。初球空振りです。切れていきます。ファウル、ノーボールツーストライクです。よく見極めましたね。はい。外のストレートわずかに外れてボール。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。なるほど。真ん中打ちました。ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。中村が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。5回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスは5番オマリー。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回のいい当たり。これは大きい。伸びていく。右中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これが今シーズン300本目のヒット。ノーアウトランナー2塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。痛烈な打球、高い打球、レフトが追い入った。ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りましたタイガース。ここ一番の集中力が光ります。打順は7番木戸。タイガースホームランで得点を挙げています。まず何を投げてくるか。初球ボール、ファウルです。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。初球は何から入ってくるか。まずは見送ります。ワンボール、ファウルになります。バッターボックスの糸原、今シーズンの得点圏打率は6割。打ちました。またファウル。引っ張った。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。
目の覚めるようなタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。さあ打席には先発の土屋入っています。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打順は1番に帰ります。バッター松永、今日は2本のホームランを放っています。いやアウトにはなりましたけどいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。ワンアウトになっています。2球目打ちました。下がっていく下がっていく、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。見事な一発が飛び出しました。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。打順は2番真由美。まあ前の打席はストレート打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。アウトコース外れます。さあ3球目は何か。ジャストミート、これは大きい、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6打席連続のヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあマウンドを任されたのは近藤。さあまず1球目、まず初球しっかりと見極めました。これは内へ外れます。ボール先行です。内へ、これは決まった。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、突き刺さった、ツーランホームラン、これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りましたタイガース。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは4番八木。タイガースホームランで得点を挙げています。初球ストライク、しっかり捉えた、これは浅いフライ、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目、打った高く上がった、センターが下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りましたタイガース。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには6番新庄。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、タイガースホームランで得点を挙げています。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで6連打、ワンアウトランナー二塁となりました。甘いコースでしたが見送っていきます。落ちる球で誘ってきたんですがバッター動きません。これは手が出ないか。ワンボールツーストライクです。打った、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。スワローズピッチャーが変わります。マウンド、さあマウンドに上がったのは中尾。今シーズン40試合目の登板です。前の登板では勝利投手になっています。バッターボックスには代打の和田。さあバッターは和田。
この打席でホームランを放てば今シーズン30本。まずは見送ります。ワンボール。スライダーで攻めてきます。打った。高く上がった。ボールはそのままフェンスに直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。さあバッターボックスには先発の土屋入ります。調子は悪くはないですから次の回もということでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。引っ張った。これはどうか。ヒットになった。バックホームする。これで9連打。ワンアウトランナー3塁1塁。打順はトップに帰って松永。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。ヒットでランナー3塁1塁に変わっています。キャッチャーが落下点に入ります。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには2番真由美。今日はここまでなんと6安打の大活躍です。いやもうバッテリーはお手上げじゃないですか。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2アウトになっています。打ちました。いい当たりだ。レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これで今日なんと6打点。追い込まれてからの変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース、スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。打順は3番バース。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい。タイガースホームランで得点を挙げています。誘ったんですけどね、振りませんね。振ってきません。外れています。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく。どうだ。入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックス八木。さっきツーベースを放っていますからね。ええ、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。真ん中決まった。ノーボールツーストライクです。打った。山田取って、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガースホームランで追加点を挙げています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、逆転のチャンス。3番バッターバース、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース同点としました。続く攻撃、勝ち越しのランナーを置いて4番バッター八木、その初球をしっかり弾き返します。タイガース勝ち越しに成功しました。さらに続きます。ノーアウト二塁三塁のチャンス。5番オマリー、初球を叩いてタイムリー。タイガース1点を追加します。続く攻撃、ノーアウト一塁三塁のチャンス。6番バッター新庄、レフトへ弾き返すタイムリー。タイガース1点を追加します。さらに続きます。得点圏に2人を置いて7番木戸、センターへ運ぶタイムリー。タイガース2点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃。バッターボックスオマリー。
先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうか、ライト見送った。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。スワローズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは石山、今シーズン35試合目の登板です。打ちました。これは大きい、伸びていく、外野大きな打球になった。左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球から思い切って振ってきました。ひど2球目打ちました。ショート取った、一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました。西浦一塁へ、アウト、ツーアウト。さあ打席には先発の土屋入っています。まあここまで好投してるんで、やはり続投でしょうね。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、セカンド取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガースラッキーセブンの攻撃になります。バッターは松永、今日は3本のホームランを放っています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで終盤7回の攻撃に入りました。いい当たり、ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと今日4本目のホームラン。三塁回って今ホームイン、さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターは2番真由美、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。大きく外れました。インコースに持っていきました。ワンボールツーストライクと追い込みました。ジャストミート、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、なんと8打数8安打、ノーアウトランナー二塁です。打ちました。さあどうだ、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。タイガース大量リードとなっています。バッターは4番ヤギ。打ちました。いい当たりだ、レフトオン、センターオン、頭上ぐんぐん入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで9試合連続のホームラン、追加点が入りました。タイガース、ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターは5番オマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。今日はバッティング絶好調、3打席連続のホームランとなるでしょうか。バッターよく見ました。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打ノーアウトランナー二塁です。6番バッター新庄。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが振れてるようなんでここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを二塁に置いています。2球目打ちました。ここはフライになっています。サードが構えます。大引き抑えてワンアウト。バッターボックスには7番木戸。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガースこの回7人打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。追いかけますが頭を越えました。二塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。和田打席に入っています。これが初球、まず大きく外れてボールになりました。打った。レフトに強い打球、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。バッターボックスには代打の糸井。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球ヒー、弾き返した打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中して引っ張った。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。セカンドランナーホームイン。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。打席には2番バッター真由美。先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。打った。左中間に強い打球。さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースなおもチャンスです。打席には3番バッターバース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。打ちました。痛烈な打球。打球は切れてライトポール際、判定はファウル。引っ張った。これはどうだ。ここもファールです。空振り三振。ランナーは動けませんでした。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。打席には4番バッター八木。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました。伸びていく。このフライはどうだ。落ちるか。センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで20試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、なんとか投げてるという感じですよね。なるほど。ベンチは初球ヒー、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。センターが取りました。バッターボックスは6番新庄。今日は3本のホームランを放っています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。これが2球目。インコース決まった。低めのボール。バッターの新庄、今シーズン得点圏での打率は6割。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。
タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。7番バッター木戸、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、まあ、今度はバッターボックスには代打のアリアス。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。一塁牽制セーフ。甘いボールでしたね。代打は初球から走ってきた。キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。大きく外れました。大きく外れました。打ちました。これは大きい。伸びていく。どうか。フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ベンチの期待に応えました。ツーアウトランナー二塁。バッターは和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。よっしゃ。引っ張った。打球はレフトへ。ここはフライになっています。バレンティンが掴んでスリーアウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いや、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで甲子園球場から失礼いたします。お忘れ物のございません。